源頼兼は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将、御家人。源頼政の次男、父に続き大内守護を務める。暗言2年6月に大番役をしていた老中が、窃盗事件を起こし胸中で騒ぎとなるが、極用に見えている。この記事の中で頼兼は球場院の日ら人を務め合位となっていたことが確認でき、また、頼兼の 当当類が、吉野源氏より密罰用と称されていたことが、記されている。自称4年5月の持ち人をの挙兵における動向は、つまびらかでなく、受兵2年7月の基礎吉中入教後に行われた、源氏諸相を中心とする京中守護軍の編成において、源山未入道指則として、大代理の警護を命ぜられる。以後、大内守護の任を継続しながら在京御家人として、 たびたび刑と鎌倉を往来している。文字元年5月には組なる家人が、西涼殿で御剣を盗んだ犯人を捕らえるが、直後、鎌倉に下って、これをよりともに話し、組に剣を与えられている。同年6月、平重平のなんと引き渡しに際して、鎌倉からの御送にあたる。同年10月には、九段の窃盗犯逮捕の行により、15以上に少女。 文治2年3月には、平家木官僚の中から返されていた父より政以来の所領である丹波国語歌唱を、後白河法王が、治領に組み込もうとしているとして、頼朝に嘆き申し出ている。これに対して、頼朝も後白河に取り継ぐ約束をしている。同4年正月、頼朝の三島大社等の参詣に、兄弟の広綱と共に随行。研究元年6月、 大内守護には、頼朝の指示により北陸道の御家人が添えられていたが、人手が足りぬ旨を頼朝に申し出ている。同5年3月、忍寿殿前で大々に法火水藩犯を捉え教授した。この法を受けた頼朝は先祖に習い大内守護として、たびたび勲功を表す頼兼に感心している。同年12月には、宮内大輔藤原茂頼と共に、 鎌倉に下り永福寺薬師堂供養等に随行。また、同六年三月の頼朝の東大寺三経にも随行している。元休二年に岩見守るとなる。ありがとうございます。